ジュディス・バトラーは、アメリカ合衆国の哲学者。政治哲学、倫理学から現象学まで幅広い分野で活動するが、特に現代フェミニズム思想を代表する一人と、みなされている。現在、カリフォルニア大学バークレー校修士学、比較文学科教授。1956年、オハイオ州クリーブランドで、アシュケナージ系ユダヤ人の家庭に生まれる。 バトラーの回想によると、幼少の頃から哲学書を単独し、特にキルケゴール、あれか、これか、ある人生の断片やショーペンハウアー、意志と表彰としての世界、スピノザ、倫理学などを愛読した。聖火の近くにあったシナゴーグに通う年齢になると、ラビの手ほどきで、スピノザ神学やドイツ観念論を体系的に学んだ。高校を卒業すると、まずベニントンカレッジ、 ついでイエール大学で哲学を専攻した後、1978年にイエール大学で哲学の博士号を取得。この間、フルブライト留学生としてドイツに滞在し、ハイデルベルク大学でガダマーの講義を受講している。博士号取得後は、ウェズリアン大学で研究員として研究を続ける傍ら、博士論文を開講し、欲望の主体。 ヘーゲルと20世紀フランスにおけるポストヘーゲル主義と題して出版した。1987-88年までプリンストン高等研究所で過ごした後、ジョージ・ワシントン大学で哲学の准教授に就任。バトラーが主張の一つ、ジェンダートラブルを執筆したのはこの頃である。ジョンズ・ホプキンス大学へ移って、そこに1993年まで教鞭を取った後、 カリフォルニア大学バークレー校に移り、現在まで同校で研究を続けている。1990年に刊行されたジェンダートラブルデバトラーは、ミシェル・フーコーによって、先弁をつけられたジェンダーとセクシュアリティ研究を大胆に推し進めた。また同書は、政治哲学、ジェンダー学のみならず、文学批評からフェミニズム運動まで幅広い、領域において、ジェンダーと 性的マイノリティをめぐる画期的な主張と受け止められ、バトラーは世界的な名声を博することになった。以後、問題なのは体だ。権力の心的な生、触発する言葉から、アセンブリ、行為遂行性、複数性、政治まで精力的に単調発表し続けている。またバトラーは研究者であると同時に活発な政治活動家でもあり、 セクシュアリティに関わる数多くの政治団体に協力して頻繁に政治的発言を行っている。1994から97年までニューヨークに本拠を置く国際ゲイレズビアン人権委員会の代表を務めた他アメリカによるアフガニスタンやイラク侵入アブグレーブ収容所事件などに際しても抗議活動に加わっている。2012年テオドール・アドルの賞受賞 研究活動の最初期からバトラーが一貫して関心を抱き続けているのは欲望と主体の関係。つまり、人間が物事を判断したり何かに欲望を向けたり、するとき、何がそうした判断、欲望の主体となるのか、そうした行動は歴史、社会からどのような制約を受けて成り立っているのか、ということだった。近代社会は個人が独立した主体として、 判断を下すことが当然の前提となっているが、その主体性はそれほど自明なことだろうか。実際には歴史、社会による偶発的な制約が主体の中に複雑に入り込み、その主体の意識しないところで様々な抑圧を受けているのではないかという問題意識がそこにはあった。この問題意識をジェンダーに即して展開したのが主張の一つ、ジェンダートラブルである。 セックスは自明化本書においてバトラーは、まず、セックスとジェンダーという二つのカテゴリーを再検討する。それまでのフェミニズムは、男女という動かしがたい自然の性差の上に、ジェンダーという文化的な構築物が作られていると、考え、校舎のジェンダーに由来する伝統的な性区分、性役割を批判することによって、女性の解放と権利向上を訴えてきた。 しかしバトラーによれば、セックスもすでに文化的な構築物に他ならない。人間の体は実際にはどこからどこまでを機関と名付けるかが混沌としている、不連続な属性の塊に過ぎないのに、そこに歴史的、文化的な抑圧のもと、胸やペニス、膣などを性的部分として切り分けてしまう作業によって、男と女という自然の性差が存在するかのように、 偽装されている。そうバトラーは主張する。そもそも、セックスとは一体何だろうかそれは自然なのか、解剖学上のものなのか、染色体なのか、ホルモンなのかセックスの自然な事実のように見えているものは、実は、それとは別の政治的、社会的な利害に寄与するために、様々な科学的言説によって、言説上、作り上げられたものに過ぎないのではないか おそらく、セックスと呼ばれるこの構築物こそ、ジェンダーと同様に、社会的に構築されたものである。実際おそらくセックスは、常にジェンダーなのだ欲望する、主体性的欲望の主体であると同時に、対象でもある存在として、歴史的に広く受け入れられてきた、男、女というカテゴリー自体が、一般に考えられているほど自明で堅固なものではなく、 文化的な抑圧によって成り立っているという主張は自然の性差を当然の前提としてきた従来のフェミニズム運動に根本的な再考を求めるものだった。同時にこれは主体とは何かというヘーゲルから風光に至る西洋政治思想上の重要主題を現代的課題のもとに位置づけ直す試みでもあったため本書は政治思想、倫理学から現象学まで 幅広い分野に大きな影響を及ぼした。また、男女という性区分が自然で、古来普遍のものならば、例えば同性愛者のような存在は、発達上の失敗、または論理的不可能性としてしか位置づけられないが、現実には多くの社会、文化で多様な性的マイノリティは常に存在し、増殖している。バトラーの考察は、 それまでのフェミニズム運動がそうした性的マイノリティとの連帯を回避してきたことに対する批判であり、同時に性的マイノリティという存在を思想指摘に位置づけ、その政治活動に理論的基盤を与えようとする試みでもあった。そのため本書は性的マイノリティの権利向上を訴える多くの政治団体によって画期的な書と受け止められ、現在では LGBTQ 運動の重要な理論的支柱として広く読み継がれている。ありがとうございます。